失踪れ、打て、は、紙の大きなによる日本のライトノベル。イラストは、リフィアが担当。MF 文庫 J より刊行された。世界に脅威をもたらす敵の存在に対応するために、中学校を卒業した者は、学生兵士として徴兵される、近未来の日本。多心理堺は友人たちと共に厳しい訓練期間を、過ごし、その期間も終了が近づいた頃。 突然呼び出しを受ける。竜に与えられた指令は、魔導士官、紫神とラクレナイの護衛士官になることだった。ベトナム戦争期以降、巨人による襲撃を受けるようになった世界。陸上には、銅柱と呼ばれる巨大な柱が発生し、そこから不定期に巨人が出現する。海中にも、銅柱は存在するが、こちらは魚型の生物が出現し、また、 待ち伏せをしすぐには襲撃を行わないこともあるなど陸上より厄介な敵である。また魔法が存在するのも大きな特徴である。魔力を攻撃力へと変換、増幅する、数式兵器及びその補助となる、杖と呼ばれる契約者と共に魔法を操ることができる。人間はその魔力に応じて、魔道兵もしくは魔道士官として従軍している。以下は、 日本以外の国についての描写が少ないため、主に舞台として描かれる日本について解説する。大ららの襲撃を受けたために、現実の日本とは異なる部分が多く存在する。政治体制については、言及がないため正確には不明だが、戦いの始まった時期から考えても、現実とほぼ同一のようである。経済力や生活レベルの面ではやや劣る程度で、あるが、 物資不足は甚だしく、砂糖などの貴重な物資は代用品が用いられている。ただ、医療技術を、はじめ一部の技術は現実より進んでおり、一概に現実より不便な社会というわけでもない。大きく異なるのは、軍事面で国軍が存在し、徴兵制度に準ずる学兵制度が存在する。長年の戦いによる社会の歪みは大きく。 いつ崩壊してもおかしくはないという状況となっている。国軍は陸海空の3軍が存在し、それぞれ中学を卒業した国民を男女とも徴兵する。戦前のそれ同様、大半は陸軍に招集され、海空軍には志願者や優秀な人間が選抜される。戦時中ということもあり階級は先行に応じて柔軟に昇級する模様、MF 文庫 J より刊行されている。 携帯サイト、メディファクモバイルにて連載。2010年9月16日に第1話が配信され、以降月間ごとに更新された。ありがとうございます。